レガシーが一本もないレガシー持ってきてください。もうクーパースあっちレガシーは5、6本 あんまり使ってあげないと腐るかなと思ってリュックに動いてからいるかレガシー持ってきてくれた違うね。間違えちゃった。さっきね、スマートだと思ったんだよ。なんで、もう、ミスが2塁に行くと、もう終わったと思ったら、変えちゃう。どんせいときもあったら、エラーしてはないじゃん。一球してな。2400円くらいだね。なんかレビュー見たらさ、全然取れねえとか書いてあるんだ。あれなんですよ、本当打球コン取るね、クリーナー僕も買ったけど、うん、1年ぐらい前、全然取れないですよ。取れないじゃん。もう綺麗になんないですよ。うん、諦めた方が。1試合でもすげえ汚れちゃうから。
曜日までできそうですね。ゲッターはなんか怪しいっぽいですね。大荒れとか言って。これでーす。いただきましょう。ゴール。どうして雨降ってなかったっけ。降ってなかったっすね。雷が何だ。そう、雷鳴ってました。あの夜僕10時くらいに会社から帰ってきて、空見たらすごい急に光ってるし、なんだと思って伊豆半島の方はすげえ雷が。向こうのベンチの前でさ、準備しないとレガシー借りれないよ。向こうのベンチの前で誰が誰も勝つの。すごいもん。外野にトマスカ写真。
ついきましょう。どういう顔だか分かんない。いつもどこなの？Thank you.
砂だらけになるからダメですね。見てないから見てなかったから大丈夫だよ。センターゴロ。イクさん、アウトアウト。うそ。いいね。なんかこうやってビチョビチョなんですけど、もうやだ。軽く前進守備ね。
ハイモンだミニアムリュックしようだよ。6番ぐらいかな。あ、いいですよ。触れてもらえればちょっとかわいそうよ。リキさん早く帰っておいで。もう誰がお父さんか分かんなくなっちゃってるよ。リキさん全然見てないよ、まるちゃん。これ1時になって絶対行くと気楽だよ。気楽だよ。これはもう関係ない。もう一回行く？降りれないの自分では。あ、さっきそれ降りちゃったんですよ。あ、それで、ね、降りそうになってた。あ、降りないと思った。降りました。ちょいちょい待って、これ寒いね。前が悪い。自分的に。あ、雑巾返しだよ、雑巾が。雑巾で拭いてもらいます。濡れちゃったんだけど、濡れたんだけど、拭いてきた。あー降りた。自分で上上がって。上下上下。ね、汚いから上下にそのタオルで。いや調和していただけて、またまた走っていっちゃう。最悪も。なっちゃうに早い。気持ちよさそうじゃん。なっちゃうに早い。もうだからね。びっくりしちゃった、いきなり始めました。アウト取るっていうランナーを殺してくれ。
回も前のランナーを殺して。大丈夫。OK。OK。バヤストボール。大丈夫です。ありがとうございます。はい、旦那さんです。はい。バッターアウト。はい。少しだけシャドウ。
なんかヒット打ったのに終わるってなんか嫌だよ。で、対0対0。あれさっきの残塁でいいんだよね、だから。ずっとあれだね、ランナーいると打順待ってきちゃうな。だってずっと問題してるぞ。のけちゃってあったかいとこ座ったらいいんだよ。大丈夫、みんないないもんね。向こう行きな、向こう。
向こうからもこっちからも見えますけど映ってますかね、こっちが映ってこっちの間違いなく映ってるなっちゃんが追いつかないぐらいめっちゃ若いの、それあの親方のね、レフトボールが3万2000回転回転されてるんですよよっぽどレフトボールで調べる人いるんだな私ほとんどベンチ誰も座ってないです。そういう汚れ役はイリッキーにやってもらえばいいから。ああ監督席があるじゃん、あのテーブルの上の席は降りれないでしょ社長ね、はい、お入る、はい、入る。うまく見たんで。なぜ野球の申しをする貴様がないか。全然あれだよ。股関節が痛い。トキなのに変なスペース。あ、でもそうですね。いやいや、発展場とか出入りしてさ、聖地巡回してるんでしょ。本当に夏のね、この辺はね、すごいですからね。発展してると思うよ、本当に。すごいね。だけどさ、昔ほどさ、便所にさ、変にさ、ラグラキとかもないですよね。大して、そうですね。今ネットにかけるから。そう、昔公園のタコとかすごかったですよね。よしよしよし、まっちゃんすごかった今、タッチまでできれば。まっちゃん頑張んなくていいよ。それ入っちゃった。あれ電動掲示板も使うと金取られるんですか、ね、取られる取られる。ペレタまでやってね。やばい。おーちゃん。はい。机に乗る練習。さあ楽しんでいこう。バッター楽しんでいこう。リッキーかわいそうだから向こうの監督席に移動しようよ。
ミッキーは風邪ひかない人種だからいいけど、犬は必要だ。ミッキーは風邪ひいてもつばつけて治るけど、犬は治らないよ。犬保険効かないよ。ゴール下下下下下。そんなウエスに来るんで。あ、いいじゃん。高いとあれじゃない、やばいと思ってちゃんと大人にしてるよ。よく見たよ。また違うお兄ちゃん来たよ。浮気っぽいからね。マル押すしょ。鈴木さんと合わせたい。鈴木さんで興奮するよ。本物だから。やばいよ。鈴木さんが興奮するかもしれない。鈴木さん犬好きだもんな。いや、どういう犬ですよ。はい、スリーボー、鈴木さん興味ないっすね。鈴木さんね、あれね、鈴木さん発展場で変なプレーして股関節痛めちゃった。個人の感想です。バッターアスタです。鈴木さんの仕事内容で股関節痛めないからね。確かに確かに。どんな格好で設計してたの。確かにそうっすね。新しい行くとこ見つけたんじゃない。敷地以外に自分の境地を。そう、自分の境地を。今スマホで調べられるからさ。今度あっちから撮ってみよう。こっち眩しくて無理かな。いや、いじめてる方だからね。だから本田さんがどん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 マッチ棒になっていっちゃって。いや、いつもともと食わないですからね。プレーカム。ニッさんがね、脅迫しないと来ないもんね。ニッさんも来ないで。でかい、うい。あいつ人見
激しい、激しい。人見知り激しいですか、野球やってて。オーケー、ナイスアド、ナイスアド。強かったです。でも早朝野球やって初めてキャッチャーに感謝するようになりました。取れよお前って思ってました。キャッチャーの子に謝りたいですね。バンバン止まるよお前。Yeah.
編集なくなっちゃったんです。すごい、15歳です。すごい、遠くから見てると1年の経験なんです。え、クリームロスか、珍しいです。もう一個実家しのけた方がいいかもしれない。もう一個乗ってないです、乗ってないです。こっちもやろう、うん、さあ、とどめを刺すか。スーツリー止めたのに。振りそうでいいから。
ゴンズジュニア。一番安いわ。あ、普通なんですか。全部ですね。マウンド。長く持たない。多分ないですけど、次あったら僕サド行っていいですか。多分ないあと10分だからな。来週は秋も投げる。来週はどうしよう。投げようかな。奥が投げてもらうんだよ。あ、はい。対戦するから。バラで時間。おお、対戦と。どうしたんだ。じゃあうちの。ごめん。ああ、ピッチャーが必要。どうか。俺が投げてるけど。分割して。あしゃあしゃ。おおおお。ああ。そういうアウトの言い方ね。いや。いや。これ白い文字多分ガチのからね。ガチにやる。あのアイ先生いるときはもう全部走る。さっきは走りたかったのか。本当に意味がない。だからちょっと今高いところに行かないで。降りれない。ここだと勢い降りて向こう行っちゃう。外野行くのはもう。こんだけ広いところを自由に走れるのは嬉しいんじゃないの。楽しいじゃない。楽しいじゃない。グランドみたいな内容と非常に広いから。あー出たなこれは。
つまで行きましょう。3つまで。今日の仕事に差し支えある。欲しいタイプだよ。守備応援お願いします。
守備有志で守備入ります守備有志で守りたいけど遠く入りますボブ感もめっちゃ磨けるしもうなんか、あと一人いますよ。あと一人、守備いない。守備いないだけ、あと一人。もう帰りたくない。スライト Right.
どうよ、まだ打つのか佐藤さんの代打です。バッティングセンターになっちゃう。踏んでいこう、踏んでいこう。おぉ、これは無理かった。踏んでいこう。めっちゃ来たもんな。めっちゃ来たもんな。